三重県の鈴鹿商工会議所は今月11日、国にワクチンの接種計画を提出しました。その内容は、会議所内に接種会場を設け、およそ3200社、3万人の会員を対象に来月中にも接種を開始。第1弾として、飲食店の従業員ら1000人に希望を募り、実施するというものです。商工会での職場接種は全国初とみられ、打ち手として歯科医師の協力も要請しているということです。とてもありがたいお話だと思います。安心して仕事ができるなと思います。鈴鹿商工会議所は今日、河野ワクチン接種推進担当大臣と日本商工会議所の政府会頭が参加する会議にリモートで出席し、改めて計画の概要などを説明しました。